個性心理学認定講師柴田健二です。と非常に久々の投稿というか配信になるかなというふうに思います。今ですね、娘の塾のですね、終わりを待っている車の中というか、まあ一旦家に戻ってまた来るのも面倒なので、まあ近くで時間を潰しながら、ああじゃあまたこう、まあ今日は動画ではなくてね、音声で何かこうお届けできたらなというふうに思って、まあ久々にこの録画じゃなくて録音と音声で何かお伝えしたいな、お届けしたいなというふうに思います。とまあそうですね。なんだろうこう、ちょうど1週間前、同じように娘を塾に迎えに行って、その奥ですね、帰ってる最中のことなんですけどね、まあ個性心理学だけではですね、もちろん全然というか全てその人の個性が分かるわけではない、まあある意味なんだろうな、全く知らないよりはやっぱり知っておいた方が、あ自分ってこういう特徴あるなみたいな、やっぱ知らないでいるより知ることによって安心できる部分、そしてまあ自分のことを認めて許して受け入れることができるように、まあなりやすいかなというふうに私は思ってます。まあ、知ることによって逆に悩んでる人というか悩むことが多くなったというか、まあちょっと言葉悪いかもしれませんが、ものすごくこう固く考えてというか、その真面目というふうなものがいいか悪いかは別として、ただ真面目すぎるという、まあ物事では何でも度が過ぎるとというか、うん、真面目すぎる人だと、わこんな自分の個性って嫌だなみたいな、まあじゃあね、まあそういうふうな人も中にはいるので、変えて勉強 しなければというか知らなければよかったらって、もうごくごくわずかですけどね、まあそんな方も全くいないわけではないんですけども、私自身はまあやっぱり認めることができなかったというか受け入れることができなかった、まあ子供っぽさっていうのがあって、まあそれをやっぱり個性心理学で、まあ、認めて受け入れて、あやっぱりそんな自分で間違ってなかったんだなみたいな、いうことをですね、まあ、知ることができたので私自身は良かったなと思ってるし、だからまあそういった部分のでですね、困ってるというか悩んでる人がたくさんいるだろうということで、もちろんこの仕事をさせていただいてます。それでも先ほどお話しした、まあ、個性心理学だけで全てが分かるわけではないので、うん、でまあ誕生日を使った統計学というかデータというか、まあそういったもので、まあ以前もですね、まあ、だいぶ前だと思いますけども、そしてブログにもちょこっとこう名前を出したりしますが、ヒューマンデザインというふうな、まあ学問があって、まあ無料でもある程度ほんの触りですけどね、調べることができるんですが、私自身はそれですごくこうまた助けられた部分があるんですね。まあ、皆さんにはこう、まあ、ちょっとブログも 1,2 週間前に書いた内容、まあ、それとこうリンクする内容ではあるんですが、皆さんにこう私でどういう人間として映ってるか、まあ、なんだろうな、青森にね、個性心理学もまだ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 全然こう広がっていないというか、広まっていないというふうなところから、まあ、ある意味、まあ、こう少し広めるきっかけになったかなとか、慣れたかなというふうな、じゃあ何か新しいことというか、ゼロから1を作り出すような、生み出すようないうふうな、エネルギッシュでパワフルな人間かというふうな感じでこう思う方、思われる方もいるかもしれないですよね。でも実際私は全く違ってて、なんだろう、オファーというか依頼というかがないと全くスイッチ入らない人間なんですね。まあこのヒューマンデザインという学問考え方を使うと、まあ私が一番初めにこう学んだ、教わったお師匠さん、まあ、井村先生という方がいらっしゃいますが、その方とか、うん、まあ、ちょっと私の知ってる方だとね、まあ、ご存知の方もいらっしゃいますけどね、まあ、桜庭さん、桜庭つゆきさんという、講師の方、講演家の方、講演家って言えばいいのかな、はい、アガスティアの葉っぱをね、見に行ったっていう風な内容で、全国回れたり、勧誘のことやってる方、という方は、まあ、誕生日で調べた時には、マニフェスターという風な、まあ、ある意味昔の感じでいくと国王というか王様というか、まあ今だと政治家みたいな感じに近いのかなと。なので、まあ旗振り役というか、まあ簡単に言うと、おこれやるぞあれやるぞみたいな形で、まあ自分が動くかどうかは別として、まずそういった形でみんな、まあ言葉悪いかもしれませんが、けしかけるというか、
マニフェストって、マニフェスターっていう言葉で、まあ、要はマニフェスト。政治家がよく使いますからね。うん、そういうようなものを、まあ、作る人なのか、掲げる人、まあ、なのか、というようなイメージなんだと思いますね。それが全人口の 10% 程度、というふうに言われてます。そのヒューマンデザインという学問の中ではね。はい。で、そして、次に、まあ、一気に大多数のグループになるんですが、次にジェネレーターというふうなグループ。これが約7割ぐらいだというふうに。まあ、ジェネレーターというのはちょっと例え変わりますが、さっきの王様、ね、政治家みたいなグループから、今度はその人たちにまあ、けしかけられてではないですけども、それに、あ、わかりました、じゃあ行こうぜ、みたいな感じで。まあ、それに乗っかって動くような感じの人たち。まあ、私はそのグループをこんな感じで例えるんですが、まあ、常にこう、車をアイドリング状態。まあ、車に乗ってエンジンもかかってるよと。あと自分のこう気持ちというか、自分の何かの反応をもとに、じゃあ行こうかって、こう前のめりに進んでいくというか、ね、どんどんの前に進んでいこうというふうなグループ。それがジェネレーター。まあなんで車に例えたかというと、そう、私はそのどちらでもなくて、というところでそういう例えをしたんですけどね。私はそれでいくとプロジェクターというふうなグループなんですが、まあそれは約2割。まあ、10%、70%、20% なので、まあ、それで、まあ、約 100% ぐらいになるんですが、その中に本当、ごくごく、まあ、これで 101% になっちゃうんですが、1% が、マイケル・ジャクソンのような、リフレクターと呼ばれるグループもあるみたいで、まあ、この人たちは逆に言うと、まあ、自分というのが全くないようなイメージなのかもしれないというか、だから黒人でありながらも白人に、みたいなこととかね、うん、まあ、ちょっとこう、非常に、まあ、特殊なグループ。にが存在するみたいです。まあもちろんその4つでトータルで 100% になるんですが、まあちょっとざっくりのね、割合ですけども。そして私の場合は残り 20% というか、の少数派。で、このグループっていうのは実は車にも乗ってなければ、だから車に乗ってないってことはエンジンもかけていないということなので、要はアイドリング状態でもない。なので、どこにつながるかというと、要はオファーがあるかどうかというか、皆さんからこう依頼があるかどうか。は柴犬先生教えてください、あ、わかりましたって言って車に乗り込んでエンジンかけますみたいな、という風な感じの人間なんですね。なので、なんだろう、多くの人の7割の人はもしかするとね、向こう、なんだろう、こう人が、相手が興味を持とうが持たないが、実はそれ何もね、全然関係なくて、いや、こういうのあるんだけど行かないとか、こういうのあるんだけど一緒に行かないみたいな、まあ、もしかすると、まあ、もちろんムーンという個性心理学のムーンであれば、相手のことを気遣ってなかなか誘えないなとかっていう人もいるかもしれません。それでもそういうふうな方々が人をなかなか誘えないなという感じと、要は私はムーンであり、さらにそのプロジェクターというふうな、ね、ヒューマンデザインのプロジェクターというふうな、あの部分をそこにプラスするとどうなるかというと、もっともっと誘えないというか、いやいや、そもそも依頼が来ていないというか、オファーももらってないしみたいな、誘われたら俺別に行きますけども、その誘う理由というか、いやいやって、ね、向こうの人とか相手が興味あるかどうかもわからないのに、それ誘ってどうするんだろうみたいなことを私は考えるんですね。なので、何かを広めようとかと思った時、本当に自分でいいと思わなきゃ広めれないし、さらにこれ教えてくださいとか、いや、柴田健先生、そういうのなんか楽しそうですねとか、あ、ちょっとそういう商品興味あるんですけど、と、あ、じゃあ教えますよ、みたいな。だから何も依頼いただいてない、オファーいただもないのに、質問ももらってない、投げかけもされてないのに、伝えるとか教えるとか、まあ個性心理学も好きだからただ喋ってますよ、うん、話のネタとして。もうそれ以外の何か伝えるとかって、全くその浮かなんだろう、そういうようなことをしようとすらならないというか、浮かばないというか、という人間なんですよね。まあ、先の、まあ、なんだろうな、けしかけるという言葉の表現はどうかあれですけども、そういう1割のグループ。そして、それにわーって乗せら、ね、乗っかる感じで動くグループ。で、私たち 20% プロジェクターというのは、実は7割の、まあ、ちょっとやっぱりね、まあ、それで言うと、けしかけられたグループが、いや、本当はこれ、私やりたいことなのかなと。いや、私のやり方ってどうなんだろうとか。いや、そのゴール、あ、いいねって、面白いな、そのゴール。だからそこ目指してみよう。でも、私、に合ったやり方って何なんだろうみたいな、いうようなことの、要はアドバイザーとして私たちプロジェクターというのが存在するんですね。なので私たちの実は喜びというのは、私が自分自身が成功することじゃなくて、オファーいただいた方、依頼くださった方が成功するかどうかという、それで私も成功、わあ、うまくいったなみたいな、
だから何も依頼来てない、何もオファーいただいてないのに一生懸命頑張って、ああそれぐらい当たり前でしょみたいな感じとかね、まあ様々わかんない、そういうようなことこう苦み苦渋をとかね、そう苦い思いをするという経験が非常に多いというグループなんですよね。まあちょっと前置きというか前置きのようなもうあれですけど、何言いたいかというと、うちの柴田家っていうのは妻だけがジェネレーターっていうそのまあアイドリング状態であり、自分からゴーサインっていうか自分で行こうと思えば動ける人間でも、私と娘と息子はそのプロジェクターっていう2割のグループなんですね。全人口に対して2割なので、妻の当たり前は柴田家にとっては実は当たり前ではないというか、ごくごく一般的には妻の方が当たり前なグループなんでしょうけどもね、当たり前という言葉だと表現あれですけども、大多数のグループなので、柴田家においては4分の3がプロジェクターでありオファーを待っている人間みたいなね。まあそんなことで娘にもお話をとかね、まあちょうど1週間前に聞いてみました。あれやっぱり人から誘われるのは全然いいけど、人を誘うってどう思うって娘に聞いたら、いや意味わかんないとかね、いや誘えない、誘われたら行ける。でも人を誘うと、いや思わないみたいな。あ、やっぱそのあたりの感覚感性ってやっぱ非常に似てるというかね、近いもの持ってるんだな。だから娘にどういうアドバイスをしたか。そう、オファーをもらう人間とかいただける人間、このことであったら誰々さん、このことであったら柴犬先生みたいな形で、まあ何かその道のプロフェッショナルというか、その道で何か抜きに出たもの、引い出たものというか、やっぱ専門家というふうなものになっていくというか、なので今からそう何のプロになるかって別に興味あったらプロを目指せばいいだろうし、でも逆に言うとあまりこう絞りすぎても、私はね今中学校2年生ですけどね、今から絞りすぎるのは私はリスクだと思うしっていう、夢とかねいうのもまだまだ十何年しか生きてない中でその中から見つけろっていうのも非常に難しい話だし、いや37年40年50年ってね生きてきてる私たちであれあっても、いや夢ってなんだろうみたいな人たちだっているわけですよね。だから夢だって求めれば求めるだけ、意識すればするだけちゃんとしっかり与えられるって言葉はおかしいんですけども、やっぱりその意識を持ったから、私はやっぱりその人のベストなタイミングで与えられるものだと思ってるし、でも欲しいとかね、やっぱり意識してないと、まあ、いつまでたっても与えられないものだろうしと。でもないこと、定まってないことを不安に思ったりとかね、ダメと思うことも、ね、どうなのかなと思いますしね、まあ、ちょっと話がずれましたけども。なって私はまあそんな感じで思ってたりするんですよね。なのでね、まあ話をまた戻って、皆さんのように私、ね、柴田健二という人間がどう見えてるか、まあ、皆さんがこう思い描く自分、私のね柴田健二というこうイメージと、でもやっぱり皆さんのどこかその固定概念というか固定観念みたいなものが、いや人ってこうだよねとか、いや自分の当たり前ものっけで人人物像って実は作ってたりとかすることって結構あるんだろうなと思うんですよね。いや自分ができることであれば、あこの人ってそれぐらいはできるよねみたいな、いやって俺はもう全然全くですよみたいなね。まあ今ちょっとご縁があって、あるところのね、まあ自分のお仕事のお手伝いではないですけども。はい。でもね、私、全くそういうふうな業務って、もともとコピー機の営業やってましたけども、商品であれば、事務の方にね、お願いすれば全部伝票を書いてくださいと私持っていけばいいだけみたいな話だったりとか。でもそういうのももう全部なんだろうな。まあ必要に応じて自分で書いて何やってって、はっ、何やればいいんだろうみたいな。でも、まあそれでもまあ交渉ではないけどもまあ細かくその方がこうね連絡というか一人でもうフル稼働して頭がパンパンになってしまってね、いっぱいになってるところの私がちょっとその1割でも1割5分でもちょっとそれをグッてこう私が代わりにやってこうパソコンでねメール相手に打って連絡確認をしていくとか、まあ今そういうのはお仕事もねまあ結局全てこの世界で必然で動いているというか、必然であるならば、そういうのはオファー。だから結局私はそういうオファーをいただいたので、あ、ちょっと今までやったことないというか苦手ではあるけども、でもできること、できる部分のでお手伝いができるのであれば、みたいな。これはまあ将来の自分にとって何か役に立つだろうし、またその方のね、やっぱりそういう、さっきいただいてね、お話ししたオファー。
をいただいたのであれば、まあ、全く私ができないことでもないので、できる部分だけお手伝いしますよみたいなことで、まあやらせてもらってると。なのでなんだろうな、自分から動ける人のように思われてるかもしれないけども、全く実は自分から動ける人間ではない。でもオファーいただけたら、そこからいろいろ考えたり、何してこうしていけばいいのかなみたいなことは考えるし、オファーもらってからでないと、なんだかもらってからの方が圧倒的にスイッチが入るというか、うん、そんな感じなんですよね。なので実はブログを書くというのも誰からオファーいただいてるわけでもないので、うん、ただ実はなかなかそういった部分で、動画もそうなんですよね。なのでちょっと何かやり取りがあって、うん、なので本当にメッセージとかね、 LINE でも Facebook メッセンジャーでもメールでも何でも、それでやり取りからの、ああそのやり取りしてる、要はあちらから質問いただいた時に自分のスイッチって入るんですよね。そしてやり取りしてる、そのやり取りから気づいたことをあのブログにしてみたりとか、うん、こういうふうに音声だったりとか映像で撮ってみたりとか、やっぱりリアルなやり取りでひらめいたこと、あっていうふうにこう喋り出すというか、まあちょっと発信したくなるってことが多いんですよね。うん、なのでこうやっぱりまあ新型コロナの影響も少なからずというか、少なからずどこでないですよね、だいぶ影響を受けましたよね。不特定多数の人を呼んで講座をやるとか、うん、いうふうなのも、まあ、全くやってませんからね。少人数で今までこうね、何かのご縁でこう受けてくださった方とか、うん、そういうの方からまたこう声がけいただいて、そういうつながりからまたやらせていただいたりとか、うん、まあ不特定多数というのは本当にこうなかなかね、うん、やっぱり喋る機会というのはだいぶ減りましたけども、多分その分なんかこうアウトプットをするというかね、まあ、数も減った分なんかこうあってこう気づくこと、気づかされることもちょっと以前ほどの量ではないのかな、みたいな。だからといって今すごく変にこう不安になるわけでもないですし、すごく落ち着いてるというか、うん、まあ、ある意味なんだろうな、まあ、我慢というかね、まあでも本当にこうブログにも書いたかな、うん、大きいお仕事の依頼をいただいたので、今まで私がやったことないこと、でもずっと以前からやってみたいなと思ってたこと、2020年の誰だっけな、何が星占いの、名前ちょっと忘れしました。その方の本を見た時に、2020年は欲しいものが手に入るというふうに、まあ、まだあと2ヶ月ありますけどね、まあ、年内にやっぱりこう私がずっと以前からこう手にしたかったというかね、まあ、手にするという表現もありですけども、やはりその個性心理学の支局を青森に立ち上げると、いよいよ少しずつこう見えてきたかなというふうな状況にもあり、そして、うん、先お話しした法人のお客様のこうコンサルというか、うん、それもかなりのね大きいボリュームでやらせていただくことになりました。そういうな仕事もやったことはないけども、でもずっと思い描いていて、いずれそういうな仕事をメインで、うん、やっていきたいなというふうに思ってたもの、それがやっぱり今年こうスタートさせていただくこともできました。そういったところではすごく心の部分は安定しながら、うん、そこにある意味ね、その会社さんの業務に関してはもう月に半分ぐらいの時間をそこに割いてもいいかなとかいうぐらいのボリュームと、うん、でもう考えていたものなのでね、まあ、その間を縫って先ほどお話しした、ね、全く今までとは違う業務というか、そういったお手伝いも今させていただいたりとか、まあ、全て必然で、まあ、どこかで私は求めていたりとか、まあ、求めていて、まあ、叶ったものと、いや全く求めてなくて予想もしてなかったけども、うん、まあ、結局人が楽な方に行けばね、ああそれ断った方がいいだろうなみたいな、いや断りますってやれませんって話した方が楽なんでしょうけど、でもまあそうやって考えた自分もあるけども、いややっぱり必然で、いやここにどんな意味あるのかなとか、ここにどういう意味があって、いや自分にこういうおはんが来たのかなと思った時には、まあなんだろうな、人間ってこうただただこう本当に暇になってしまうと、余計なこととか本当に余計なこと考えて、いいこと何もないですからね。であれば、うん、まあ起きた、朝起きましたと、うん、今日ただし一日私外に出ね、一日一歩も外に出なかったりする日も全然普通にあるし、うん、依頼がなければ出ませんよと、予定がなければ出ませんよと、うん、という感じの自分も普通にありますからね。
でも今はそういうふうなお仕事の依頼をいただくことになって、まあ、事務的なというかね、うん、であればもう基本何時にどこどこにいますというか、なんと思うんですよね、うん、この曜日はもうこれからこの時間からこの時間まで空いてますので行きますというような話で、空いてる時間は行く、空いてる時間はとにかくそこに足を運ぶとか、でそこでやれることをやるという、まあ、それもある意味考えなくてもいいというかね、だからある部分ではそのこなしていく仕事というか、うん、考えなくてもまずそこに足を運んでみるという、まあ、体を動かす、結局人というのが全部エネルギーでできているので、やっぱりエネルギーが動くってことはそこに何かかしらの、ね、仕事が生まれたりとか、そしてつながりが生まれたりとかって感じになるとね、やっぱ黙ってる、お金も使わない、家に黙ってるってことは何も新しいことは生まれないのでね、まあ、ちょっとそういう期間も結構多かったなと思いながらも、ある意味待つというか耐える時間も、うん、だいぶあったなーって感じる中で、今非常にこういい流れを、うん、がこうできつつあるのかなというふうに思います。ちょっと話がずれましたけどね、やっぱ個性心理学一つでは全然こう見えてこないところ、そう、ヒューマンデザインという考え方でプロジェクターというふうな、うん、そういうふうなのに自分が当てはまる、うん、なるんだなと。でそのプロジェクターはやっぱりオファーというか依頼をもらうというか、それがすごく大切であり、だからその依頼をもらえるというかね、依頼をいただけるような自分をになると、今本当におかげさまで個性心理学に関してはね、いろんなところからお声をかけていただいて、そういう立場になってますが、娘も息子もそういう立場なの、立場というかね、そういうキャラでなくて個性を持っているので、だからこそ、まあ、そういうふうになれ、うん、娘も息子も、まあ、そうなれるようにとか、そういうふうなところを目指すようにね、目指すようにというか目指して、はい、な感じですね。今隣にこう車が来ましたが、いやそこにこう自転車があるんだけど見えてるのかな、自転車ダメだよ、自転車無理やり来なくてもいいと思うんだけどみたいな、まあ全然ね、すいません、全然話関係ない話ですけども、バックモニターあるのかね、バックモニター、おお、ギリギリだな、はい、ということで、だいぶ今日何分ぐらい喋ったのかな、これ途中で止まったりして、おお大丈夫かな、はい、お20、今すごいですね、22分22秒でした今それもすごいです、全然これね、水に喋ってましたけどね、22分22秒喋って、まあ22分30秒過ぎたところですが、まあ、またここでのね、お話もというか、こういうふうな形で、またいろいろ発信もしていきたいなというふうに思いますし、はい。まあ、映像がちょっと面倒だなという時は、またこの音声で、今後のまた皆さんの何か一つの参考にというようなことでお話をしていけたらと思いますので、ぜひ、楽しみにしていただければなと思います。ということで、ありがとうございました。